はい、こんにちは、はなです。いつもありがとうございます。今回のウェブライティングテクニックということで、SEO 対策についてお話ししたいと思います。記事の依頼を受けますですね、よく SEO 対策用にキーワードを盛り込んでくださいという指示が入ることがあります。でも、ウェブライターの初心者の方にとって、キーワードですとか SEO という言葉ってあまり、ね、ピンとこないと思うんですね。 SEO 対策のためのキーワードを盛り込んだ文章を作成するというのはどういうことなのか、えー、その点についてちょっと掘り下げて解説したいと思いますあの SEO という言葉は、ね、結構比較的よく聞くんですけれども、えーまあ、何にかというと自分の所有するサイトやブログを Google などの検索エンジンで 検索結果の上位に表示させるテクニックのことを指しています日本語では検索エンジン最適化と言われたりしますねで、これはですね、知識がなくても別にウェブライターとしてはね、全く差し障りありません十分ウェブライターとしてやっていけるんですけれどでもウェブコンテンツに関してはとても重要な意味を持っていまして まあ、あのクライアントさんのほうから、ね、SEO 対策というふうに言われることもあるのでとりあえず SEO って何なのかということで検索エンジンで検索上位に表出させるテクニックのことだよということを知っておくといいと思います。でですねこの SEO 対策に具体的にあのライティングライターさんにどういうふうに関わってくるかというとそれがキーワードの使い方になります。 通常ですね、検索エンジンで普段いつも結構皆さんも検索されていると思うんですけれど、大体一つもしくは複数のキーワードを入力してで検索しますよね。ですから検索結果として表示されてほしい記事とかコンテンツにもですね、誰かが検索窓に打ち込むであろうキーワードを十分に盛り込むことで SEO 対策になるわけです。 ですのであの、そのために記事を作成する場合にですね、SEO 対策用にキーワードを盛り込んでくださいとよく言われたりするんですね。狙っているキーワードを記事とか、まあ、タイトルもそうなんですけれども、あと見出しとかですね、その辺に一定回数以上出現させること、これが一応ターゲットということになります。 SEO 対策として1つの記事に、まあ、一定の割合でとかもしくは何回以上キーワードを使ってくださいと言われたりするんですよね。だからといってキーワードを挿入することで文章が日本語として不自然になってはだめなんですよ。 それはちょっとあのー、ライターさんの腕の見せどころになるんですけれども記事中に決められたキーワードを指定回数以上出現させながら自然な感じで文を作っていく記事を作っていくそれがウェブライターとしてのスキルということになります。 で、こういう記事作成の方法をですね、マスターすることができればですね、まあ、あの、そんなに難しくはないんですね。実際にやってみれば分かると思うんです。ちょっとあの、パズルとか、あの頭の体操みたいな感じで、ちょっと訓練していただければ、だいたい一度コツをつかむと、あとは、あの、なんてことないので、で、また、 一度こういうことができるようになるとですね、自分のキャリアとして SEO 対策用記事、キーワードも盛り込んだ記事作成できますよとアピールすることができるんですね。ですので、ああクライアントさんの中にはですね SEO 対策してくださるライターさん、すごく重宝される方もいらっしゃるので、そういう時にはぜひ自分のスキルとしてアピールしていただきたいなと思います。 ただし一方でですね、クライアントの中にもいろんな方がいて、キーワードを別に全然意識しなくて構いませんという方もいらっしゃいます。まあ、最近の,あの SEO 対策というのはそもそもあのどちらかというと、やはり皆さん見方というか考え方が 変わって違っていってて違いしかもあの時代の流れに合わせて Google とかその他の検索エンジンもどん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 こうアップデートしていきますので今ある SEO 対策の方法が5年後10年後も通用するかというとそうではないですねですので最近では別にキーワードを意識しなくてもいいですとそういうクライアントさんもいますキーワードを意識するばっかりに不自然になってしまったり 記事の質が落ちてしまうのであればあのそれよりもむしろ質が高くてしっかりした記事を書いてほしいとキーワードを意識しなくてもいいのでオリジナリティの高いいい記事を納品してほしいというクライアントさんも徐々に増えつつあるような気がしますですので Web ライターとしてはあのやはりクライアントさんの意向をどれだけ受けて クライアントさんが要求する記事を収めることができるかというのが大切なところですので事前に記事作成の前にですねキーワードとか SEO とかどの程度意識されていますかというふうにこちらから聞いてみるというのもいいと思います、はい、では今回はちょっと短いんですが以上となります キーワードを盛り込んだ記事作成というのはですね、一度覚えてしまえば、あとは結構簡単です。ただし、注意したいところで、キーワードを、与えられたキーワードを変えてはいけないんですね。例えば、キーワードをひらがなをカタカナに変えて使っちゃったとか。 あとは似たような言葉で置き換えて使ってしまったとかでまた4文字のキーワード漢字4文字のキーワードを2文字2文字に分割して使ってしまったとかそれではクライアントさんによってはキーワードをそのまま使っていただきたいんですけどというふうに修正依頼が来ることもありますで,できればキーワードを複数提示された場合その順番も,もなんとなくできるだけ守りながら タイトル付けを行うとかそういう方向で取り組む方がいいと思います。はい、では今回の SEO 対策に関するウェブライティングテクニック以上になります。またその他のライティングテクニックとか効率よく稼ぐ方法についてはブログの方で、ね、紹介していますのでよければそちらの方もご覧いただきたいと思います。 ブログアドレスは www.writer-biz.com www.writer-biz.com ですで。今後も動画にてこういうウェブライティングに関する情報を定期的にアップしていきますので、よろしければチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。では、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。